どうも、マッシーです。今日も楽しく法律を勉強していきましょう。今日のテーマはこちら、駿河コーポレーション事件です。桜井翔さんが主演していた特上カバチ第7話で、こわもての人たちがどんどんどん、山田さん、賃料払ってくださいよと大声で取り立てや立ち退き交渉をしていたシーンがありました。ドラマだけのことかと思いきや、実際に立ち退き交渉が法律上問題となった事件があります。一体立ち退き交渉にどのような法律上の問題があるのか、この点を知っておくことは皆さんの人生にとってきっと役に立つ知識になると思いますので、最後までご視聴いただけたらと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。東証第2部に上場していた駿河コーポレーションは、ビルの所有権を取得し、その賃借人らをすべて立ち退かせてビルを解体し、更地にした上で駿河コーポレーションが建物を建築するという建築条件付きで土地を売却する事業を営んでいました。ある時、駿河コーポレーションはビルに入居していた74人の賃借人を追い出すために、賃借人らとの間で賃貸借契約の合意解除に向けた契約締結交渉を行い、合意解除契約を締結した上で各部屋を明け渡させることなどの業務を公用実業に依頼し、多額の報酬を支払っていました。ところがその後、警視庁組織犯罪対策課は、弁護士資格がないにもかかわらず報酬を得て立ち退き交渉をしていたとして、公用実業の社長を逮捕し、検察が起訴しました。検察側は、弁護士法72条77条は、弁護士または弁護士でない者が報酬を得る目的で訴訟事件等のほか、その他一般の法律事件に関して法律事務を取り扱うことをビジネスとするのを犯罪としている。暴力団関係者である被告人たちは、立ち退き交渉の過程でビルの電気水道をストップさせたり、ビルでお経を唱えたりするなど、賃借人に対して悪質な嫌がらせを頻繁に行った上で、賃借人を退去させたことに対して数十億円もの報酬を得ていたことは違法なことである、と主張しました。これに対して被告人側は、事件にもなってへん立ち退き交渉は、弁護士法72条に言うその他一般の法律事件に当たらへんはずや。つまりここで言う法律事件ちゅうのはやな、争いや疑義が具体化または顕在化してるちゅうことが必要であってやな。今回は明らかな事件性はないんと違うか、と主張しました。そこまで。これらを受けて最高裁判所は、公用実業らは多数の賃借人が存在するビルを解体するために、全賃借人の立ち退きの実現を図るという業務を、報酬と立ち退き料などの経費を割合を明示することなく一括して受領し受託したものであるところ、このような業務は賃貸借契約期間中で現にそれぞれの業務を行っており、立ち退く意向を有していなかった賃借人らに対し、もっぱら賃貸人側の都合で契約の合意解除と明け渡しの実現を図るべく交渉するというものであって、立ち退き合意の成否、立ち退きの時期
立ち退き料の額をめぐって交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に関わるものであったことは明らかであり、弁護士法72条に言うその他一般の法律事件に関するものであったというべきである。よって弁護士法72条違反の罪の成立を認めた。原審は相当であると決定を下しました。今回のケースで裁判所は弁護士法72条に言うその他一般の法律事件とは、交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件にかかるものと判断し、弁護士資格を持たない者による立ち退き交渉が違法であると判断しました。不動産バブル時代においては反社会勢力が地上げ屋として大規模開発を進めるために地主との交渉や建て替えのための賃借人との立ち退き交渉をするなど、弁護士でない者が弁護士業務を行うことを意味する非弁行為が行われていました。しかしこの最高裁決定以後、あからさまな脅しや恐喝、嫌がらせなどの行為を伴う立ち退き交渉は減少していきました。立ち退き交渉をする際には非弁行為にならないように十分に注意しましょう。以上、エンタメ法学でした。ではまた。